はい、こんにちは、ペイです。今日の動画は3分でわかるプロスピパーク徹底解説やっていきたいと思います。はい、でですね、チャンネル登録者様1000人を目標にほとんど毎日投稿しておりますので、面白いな、参考になったなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。では早速やっていきたいと思います。はい、まずプロスピパークはどんなイベントかと言いますと、 V ロード試練チャレンジカップの試合後に敵が発生いたしまして、その敵を倒すことでパークポイントというものがもらえます。で、そのパークポイントに応じて累計報酬がもらえるというようなイベントになっております。でですね、まず今の時期 V ロード試練チャレンジカップどこを回ればいいのかの問題なんですけども、まずチャレンジカップ終わっていない方はチャレンジカップをやりましょう。今のチャレンジカップはですね、12チームカップといってそんなに難しいチャレンジカップではないので、まずチャレンジカップをやることをお勧めいたします。でですね、その後に育成したい選手がいる場合は V ロードの星7以上で、試練アイテムが足りない方は試練をやることをお勧めいたします。でですね、次にイベントの進め方なんですけども、敵を倒すとですね、稀に強敵が出現いたします。で、この強敵はですね、通常の敵よりももらえるパークポイントっていうのが多くなるので、強敵を優先して倒すことをお勧めいたします。で、皆様気になっていると思うんですが、累計までに獲得できる主な報酬といたしましては、85エナジー A ランク自チーム契約書が4枚、 A ランクランダム契約書が2枚、ゴールド契約書1枚、9500スクメダルが獲得することができます。でですね、自然回復で終わるのかなんですけども、自然回復で終わるイベントとなっております。強敵を優先して倒していけば自然回復で終わりますので、もし終わらなそうな時は最終日にエナジーを使うことをお勧めいたします。でですね、最後に獲得おすすめ選手なんですけども、純正をやっている方はその純正の球団の選手を獲得するべきだと思います。で、純正をやっていなくて誰を取るか迷っている方でしたら、フランスは投手をおすすめいたします。はい、このフランスは投手なんですけども、チェンジアップ、このチェンジアップが、はい、この映像を見ていただけると分かる通り、高さが変わっても落ち幅が変わらないチェンジアップとなっております。まあ、なので特に欲しい選手がいない場合はこのフランスは選手が一番おすすめかなと思います。では今回の動画は以上になります。駆け足での説明になってしまったんですが、ためになったよという方はチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。